きなです。 UU クラブ TV ご覧ください。こんにちは。365日カレー2018です。今日は、私自身まだ食べてないレトルトカレーを見つけましたので食べてみたいと思います。ローソンセレクトキーマカレーです。名の通りローソンの、オリジナルブランドのカレーなんですけど、このカレーは新発売の商品です。2015年と2017年、レトルトカレーを毎日、続けて食べてきて、思ったのは、コンビニのオリジナルブランド、プライベートブランドのカレーが、軒並み美味しいということを感じました。今日食べるカレーも、コンビニの、ブランドということで、キーマカレーということもありますし、食べる前からおおよその味わいの想像はつくんですけど、実際どうなのか今から食べてみたいと思います。食べる準備ができました。それではいただきます。キーマカレーらしいキーマカレーといった味わいです。中でもトマトの酸味がアクセント的に感じられて、とても味わいのバランスのいい、キーマカレーだと思います。いただきました。食べる前に予想してたキーマカレーの味わいに近いものを感じました。というのは、コンビニのプライベートブランドのカレーということで、あまり奇をてらってないというか、割合スタンダードの味わいが多いということも、日頃より思ってましたんで、このキーマカレーについてはそういった味わいなのかなという予想を立てて食べたわけですけど、ほぼ予想通り、そして美味しいカレーだったと思います。途中で言いましたが、トマトの、酸味がとても爽やかな味わいだったと思います。それではまた明日。今回のゆうゆうクラブ TV いかがでしたでしょうか。よかったらグッド押してねもしよければチャンネル登録もお願いします。バイバイ。